皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。ビーレジェンド管理用紙の堀です。今日は、本来ねここにいつも布目さんがね座ってるんですけど、布目がね本日出張中のために、管理栄養士のね堀ちゃんに今日は来てもらっております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、彼女管理栄養士の堀なんですけど、彼女はね趣味でベンチプレスをやっております。で、なんか聞いた話なんですけど、この前そのベンチプレスのなんか代表に選ばれたって聞いたんですけど、それはどうなの？一応ベンチプレスのアジア大会の代表に一応選んでいただきました、うん、おーすごいっすねそれ。でも今回はちょっと受けなかったんだ。そうですね、今回はちょっと見送って来年からまた出られるように頑張ってます。あ、なるほどなるほど。こんなね堀をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今日なんですけれども、こちら以前から展開されてたねビーレジェンドストイックソイですね、こちらがねリニューアルして新たな、ね、商品を出したいと思います。以前よりもたくさんねやっぱりソイプロテイン好きなお客様も、ね、おられて、フレーバー増やしてほしいっていうお声をねたくさんいただいておりまして、で、やっとビーレジェンドが自信を持って販売できるね商品がね完成いたしましたんで、本日ね紹介したいと思います。それがこちらです。じゃじゃん、ウェイトダウンプロテイン。で、名前もねストイックソイから今回ウェイトダウンっていう風に名前を変更しております。ストイックソイであったさっぱりヨーグルト風味に関してもこっちで同じように展開しております。味の方もリニューアルしてねより美味しいものになっております。で、そこに追加して今回こちらの濃厚バナナラテ風味と、こちらこちらは寄り添いココア風味です。寄り添いココア風味、こちらのね3種類展開させていただきます。このウェイトダウンプロテインっていうのはどういう人にいいんでしょうかね。まず、ホエイプロテインとソイプロテイン何が違うかっていうと、大きく分けると動物由来のタンパク質か、植物由来のタンパク質かっていう違いになります、で、ホエイプロテインは吸収が早くて、大体1時間前後で消化吸収されると言われてるんですけども、ソイプロテインは消化吸収がホエイプロテインよりもゆっくりで、大体5時間前後かかるっていうふうに言われています、なので、体の中にとどまる時間がホエイプロテインよりも長いんで、腹持ちがいいというふうに言われていて、なるほど。そういった点でこうダイエットされている方だったり減量中の方だったりという方に使っていただいていることが多いです。なるほど。まず1点、そうですね、腹持ちがいいから、例えば余計なつまみ食いとかもちょっとしにくくなるようなイメージっていう感じですかね。感触として使っていただくと、腹持ちがいいっていう特徴があるので、空腹感感じにくかったりとかそういう特徴があるので、そういう使い方もおすすめです。2つ目は、ホエイプロテインがちょっと苦手だったりとか牛乳飲むとお腹が緩くなってしまうような方だったりとか、牛乳の味そのものが苦手な方、なぜかっていうともう大豆が主成分なので、ホエイ特有のこう乳の匂いとか、ゴロゴロの原因の乳糖も含まれてないんで、そういった方にもおすすめの商品です。なるほど。そうですね、そういう乳糖不耐症とかの方も飲んでいただけるんですけど、このさっぱりヨーグルト風味はちょっとそのヨーグルトの風味を出す時に若干ちょっと入っちゃってるっていう部分がありますんで、そういったお客様はこっちの濃厚バナナラテと寄り添いココアがおすすめです。あとは、大豆由来のタンパク質なので、大豆特有のサポニンっていう成分が含まれてまして、そのサポニンっていう成分には体の中の環境を整えるような働きをする力がありまして、そのサポニンの働きで腸内環境が良くなったりだとか、そういった働きをするので、お腹がすっきりするような感覚が得られるのも特徴の一つです。そうですね、タンパク質優位な食事していると腸内環境が結構悪くなってしっかり、こう吸収できないっていうような話もあるんで、そういった意味ではこういうねそういうプロテインのそういう成分サポリンすごくいいかもしれないですね。そうですね、はい、体の内側から綺麗になる、女性にも非常におすすめです。なるほど。あとは、1食あたりの、エネルギー量が大体114カロリー以下って設定しているので、ケーキとかお菓子を食べるよりもこちらを飲んでいただいてこう空腹感を満たしていただく方がダイエット中の方だったりそういった方にはおすすめかなというふうに思います。
そうっすよね。設定量で飲むと 20g 以上のタンパク質が取れて、寄り添いココアでしたら 105kcal、 こっちでバナナで 108kcal、 これでね 114kcal になってるんで、まあ菓子パンとかねこう食べてるんであれば、こういうので一食タンパク質をしっかり補ってあげるだけで体にもねプラスに働くっていう効果がね期待できますんで、ぜひ取り入れていただければと思います。はい。でこちらのウェイトダウンのスペックなんですけれども、こちらさっぱりヨーグルト風味ですね。一食ね、あの黒のスプーンついてくるんですけど、それすり切りで作っていただいて、まあ、水大体150から300ぐらいですね。でこう摂取していただくと、大体エネルギーが 114.4kcal、 タンパク質が 20.20g ですね、脂質が 1.9、 炭水化物が 4.5g、 食塩相当量 0.7g となっております。こちら真ん中のね、濃厚バナナラテ風味、こちらも1食あたり、エネルギーが 108.8kcal、 タンパク質が 20.2g、 脂質が 0.9g、 炭水化物が 5.6g、 食塩相当量が 0.5g です。寄り添いココア風味をお願いします。寄り添いココア風味は1食あたりエネルギーが 105.3kcal、 タンパク質が 20.1g、脂質が 1.0g、 炭水化物が 5.1g、 食塩相当量が 0.7g です。あの今回すごくやっぱり試行錯誤して、かなりね、あのソイプロテインの、あの飲んだ時の粉っぽさとか、こうシェイクした時にできるねダマとかもねすごく解消されてますし、味の方もねもうビーレジェンドクオリティですね。かなりこだわってものすごくね飲みやすくなっておりますんでね、ぜひ一度ねお試しいただければと思います。ちょっと簡単にね Q&A ちょっと聞いていきたいと思います。まずねこちらのウェイトダウンプロテインですけど、あの乳製品のアレルギーをお持ちのねお客様がたくさんいるかと思うんですけど、そういったお客様でも飲める商品になってますかね。はい。大豆由来のプロテインになるので、基本的には乳アレルギーの方でもお飲みいただけます。うん、ただ、さっぱりヨーグルト風味だけは、うん、まあ、ヨーグルト風味なので、うん、お味付けにどうしてもあの乳由来の成分を使っているの で、ちょっとさっぱりヨーグルトだけは乳アレルギーの方にはおすすめできないんですけども、まあ、濃厚バナナラテと寄り添いココア風味は安心してお飲みいただけると思います。なるほど。はい。じゃあ次、あのお子様にも飲んでいただいて大丈夫ですかね。お子様でも全く問題ありません。うん、たくさん飲んでしまうと健康上問題が出るかもしれないんですけども、1食分の量を守って飲んでいただく分には、うん、成長にも必要な栄養素なので、ぜひ飲んでいただきたいなと思います。なるほど。そうですね。でお子様のね体型によってね、この基準がねちょっと大人の設定量になってるんで、あの量を調整してあげて飲ませてあげるとねものすごくいいと思いますね。やっぱり大豆由来のものになっているんで、大豆アレルギーのねあるお客様、お子様にはね飲めない商品になっておりますんで、そちらだけねちょっと細心の注意を払って摂取していただければと思います。次ですね、こちらのねウェイトダウンプロテインはどのように飲めばいいですかね。はい。まあ、飲むタイミングとしては、ホエイプロテインとそれほど違いはなくて、まあ、トレーニング後飲んでいただくのがまず一つおすすめです。あとは消化吸収がゆっくりっていう特徴があるので、おやつ代わりに飲んでいただくのもおすすめですし、あとは寝る前、寝てる間はプロテインの補給ができないんで、消化吸収がゆっくりっていうところを活かして寝る前に取っていただくのもおすすめですし、あとは起きた時こう食事までの時間が空いてるので、寝てる間取れなかったプロテインを取っていただくっていうところでもおすすめです。なるほど。はい。僕結構朝食べれない人間なんですけど、例えばあの無糖のねヨーグルトにこれさっぱりヨーグルト風味、これをね入れてあげるだけでめちゃくちゃ美味しくなるんですよね。そのヨーグルトにねこれワンスクープ入れてあげるだけで、あのタンパク質しっかり 20g 取れるんで、これかなりおすすめですね。でちょっとまだねこのねバナナとねココアに関してはまだやってないんですけど、多分ですけど絶対美味しくなると思うんですよね。バナナとか、そうですね、美味しいですよねこれ。ぜひそういう使い方もしていただければと思います。こちらのねウェイトダウンプロテイン全部ね内容量が 1kg になってるんですけど、これでね大体何回分飲めますかね。1食が、まあ、29g というふうに記載してるんですけども、まあ大体30食分
になるので1日1回飲んでいただいたら1ヶ月分の量になりますね。じゃあもう一個、何にこちらプロテインを溶かせばいいですか？基本は、お水か牛乳で溶かしていただくのがおすすめです。はい、で気になるこちらのウェイトダウンの値段なんですけれども、こちら1キロでね4100円でとなります。で今回こちらねストイックソイからこうウェイトダウンにリニューアルをしたっていう形で、こちらね3種類をセットにして通常3袋買うと12,300円なんですけれども、今回3袋18,800円で販売したいと思います。 お得ですね。そう、お得になっております。1500円ぐらいお得ですよ、うん、10月23日水曜日お昼12時からです。こちらねウェイトダウンを飲んでね減量したいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でまたビーレジェンド管理栄養士堀もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。さよなら。